視聴者カテリーニはギリシャの中央マケドニアにある都市ピエリア県の県とオリンポス山とテルマイコス湾に挟まれたピエリア平原に位置し標高は14メートル市街地は国内で最も歴史が浅く2001年の国勢調査で56,576人が暮らす国内第二の都市テッサロニキの近くにあるためテッサロニキと 首都アテネとをつなぐ高速道路や古代のオドス街道が通る交通の要衝で近年はこの地の利を活かして発展してきた。この二都市の間には都市間鉄道やローカル電車も通っており町にはバスのハブステーションがある。起源4世紀にこの地で暮らしたギリシャ正教会の殉職者アレクサンドリアのカタリナにちなみ名付けられた。古くはエカテリーニとも呼ばれた。 ミキステオドラキスの歌、ツートレイのフージアイエスティーズ・オクトにもカテリーニの名が登場するが、この歌は今日でも人気がある。1912年10月16日にオスマン帝国の手から解放された。1941年4月14日にドイツ陸軍に占領されたが、4年後に解放された。市街から6キロメートルほどのところに広がる海や、 紀元前5世紀に築かれたコトディオン、プラタモンにベネツィア共和国が築いた城塞などが観光スポットとして人気である。夏にはコリノス、パラギア、オリンピアキアクティなどのビーチが国内外の観光客で賑わう。オリンポース山のふもとにあるリトチョロの町とは 20km ほどの距離がある。現在、第二部でプレーするピエリコス FC とエスニコスカテリーニ FC の2チームが 本拠地としている。ありがとうございます。